失敗しない設計事務所の作り方っていうのを聞かせていただきたいなと思っていて、差がつけられる場所って4つしかポイントないんじゃないですか。もし差をつけるとしたら、皆さんこんにちは、イノマルコンサルティング代表の田代です。よろしくお願いいたします。コラボハウス一級建築士事務所の清家修吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2023年になってなかなか家が建ちにくい状態になってると思うんですけど、その資源が上がってるっていうことですね。失敗しない設計事務所の作り方っていうのを聞かせていただきたいなと思っていて、その設計事務所立ち上げたんだけど、はい、お客さん来ませんと、こういう相談よくいただくんですけど、いえそりゃそうだろうってことはよくあるわけです。そんなんあるんですか、まず。あと仕事は頑張ってるんだけども利益が取れないと、まあ、どうしてもやっぱ安くやるしかないので、設計士として利益が取れなくて、利益が取れない、いつも忙しいっていう状態になっちゃってる、うん、あるいはこう大きなネットワークに加盟して、まあ、下請けとして設計の仕事をいただいてるんで、うん、まあ、20件30件仕事してもやっぱり1年間苦しい状態だっていう設計士の方ものすごい多いんですよ、うん、はい、でも、まあ、コラボハウス含めてですけども、うん、やっぱりみんなうまくいってるじゃないですか。この失敗する設計事務所、成功する設計事務所、立ち上げの時点で決まってるじゃないですか。これ何の順序をまずやっていけばいいのかってどう考えてますか。会社作る時とか当たり前やけど、はい、まあ、順番にやっていけばいいだけですよね、はい、集客、お客様にまず告知をするっていうところがきちんとできてますか、うん、で告知をした後お客様が来られた時に受け入れる時の、例えば玄関先でのお客様に対する対応、入ってこられた時のお席に案内する時の対応、もうここからも見られてますよね、はい、で来られた後に自社の会社の説明させていただいたり、商品の説明したり、お客様のご要望を伺ったり、ここのきちんと自分たちがトレーニングがしてあるかどうか、うんうん、これを順番に一個一個ただやるだけなんですよ。なるほど。これができてないと、まず広告を出したけど来ない、うん、で広告見てみたら、うん、なんじゃこりゃみたいな、はい、変な広告出してたりするし、はい、で広告は出しておしゃれな広告を作ってるんだけど、うん、事務所に来ようと思ったらなんか事務所が汚くてなんか嫌だ、うん、で事務所に入ったとしても挨拶もまともにできない、うん、なんでそんなに挨拶とかできないのって言ったら、たまにあるんですけど、いつもそれは営業の人がやることなんで、うん、私ら設計士はそんなにお客さんにこびるようなことしたくないって言うんですよ、うん、営業したくない。いやえごめん、俺別にお客さんに対してすっごい丁寧に、うん、接客させていただいてるつもりだけど、こびるとかって考えたことなかったから、うん、わこの人らやべえと思って、うん、だって普通にそのお客様がお子さんとか、まあ、場合によってはお父さんお母さんとかを連れてこられるわけじゃないですか。だからあお父さんお母さんも本当来てくださってありがとうございますとかになるし、子供さんとかもあ遊び来てくれてありがとうねとかってなるんですけど、設計士はそれをこびてるって思う人が今でもいるんだと思って、うん、なんかまあそこら辺からちょっと感覚がずれてますよね。あとはきちんとお客様が来られた限りは、お客様に代わって全てのことをやってあげるっていう気持ちがあるかどうか、うんうん、なるほど。だからもうそれは土地探しとか銀行ローンの手続きとかなんて当たり前ですよ、うん、もう補助金とか調べたり、お客様が最後完成間近になって家具を買いに行くときにどれ選んだらいいかわからん、うん、ニトリとかホームセンターで何か買いたいって言ったらわからんときはついていってあげたらいいじゃないですか、うんうんうん、そういうのもやってあげようとする気持ちがある、まあ、ない人が多いかもしれないですね、まあ、その当たり前にやるじゃないですか、うんうんうん、それがやっぱ違いだと思いますね、うん、うまくいくかいかないか。なるほど。でそれがまあうまくいくかいかないかのスタートの段階ですね、うんうんうん、集客がうまくいかないのはもう純粋にその広告と告知の仕方ですよね。全国的に昔はちょっとかっこいい家建てればこう差別化ができたというか、 あそこいいよねって思えたんですけど、今どこもある程度そこそこいいじゃないですか、うんうん、だからみんなと同じようにインスタで広告打っても来ないっていうのはすごい気持ちとしては分かるなと思っていて、何かで差をつける必要があるわけですよね。この差ってどう思います？何もしなかったら差なんてないんで、あんたのとこに行く理由ないよねになっちゃうと思うんですよ。こういう差っていろんな会社さん見ててこうどこに差を感じますか？差がつけられる場所って4つしかポイントないんじゃないですか。デザインとその家の性能と機能面、それから金額、はい、この4つでしか差は商品って作れないんですよ、うんうんうん、でも金額で差を作るって仕組みから考えないといけないので、はい、普通に
営業の人がいて設計の人がして工事の人がいてなおさらモデルハウス建ってるって言ったらもう仕組み上安くできないんですよ。はい、モデルハウスもあって営業の人もいて設計の人もいて現場監督もいてだけどうちはむちゃくちゃ安いです、うんうん、他とは違いますって言ってる人って明らかにそうなんですよ。そうですね、まあ、明らかにおかしいですね。おかしいで理屈的に無理なので、はい、で無理なのにお客様それに引っかかっちゃうというか、うんうんうん、なんでかって言ったら営業の人と話してるから、うんうん、だと思うんですけど、うん、やっぱ引っかかっちゃう方は多いですね。うん、見積もりとかを見てもこの家がコラボハウスよりも100万円安いすごいって買ったりするんですけど、うんうん、大切な見積もりは別の場所に書いてあるとかね、うんうんうん、か分かれてるってありがちですね。そうよくありますね。1枚で書かないようにしてるとか、うんうんうん、あとちっちゃくこれは別途みたいなことが書いてあって、うんうん、っていうケースはありますもんね。その4つのポイントの中で金額で差をつけるのはもう無理なんで、無理ですよね、基本的に無理だって考えて、はい、デザインで差をつけるか性能で差をつけるか機能面で差をつけるか、はい、ここしかないので、デザインだったらまだ空きがあるのが和風っぽいやつとか、うん、自然素材っぽいやつのちょっと綺麗な版とか、うんうん、デザインも余って空いてますし、うん、性能面でいくともう性能面もね断熱性能 そうですね、もういい加減上がりきったの で、はい、本当に10年前と比べると今の安い家でも断熱性能ウィッて上がってるんですよね。耐震性能とかでも明らかにいい家ってありますもんね、はいはい、一概には言えないですよね。ローコストだからそこが悪いとか、うん、そうそう悪いとかって言えないんですよ。そうですね、だから金額が高いから必ずいいというとも言えないというか、まあ金額が高いところはまあ安定的にいいけど、うん、安いところでも別にかなりいいんですよ、うん、だからあまりそこは差がつけれないですね、うん、もし差をつけるとしたら自分がこの商品をこういう理由でみんなに勧めたいですみたいななんか思いがある人がいたら、うんうんうん、まあ、ある種それが機能かもしれないです。あの愛媛にもありますけど、その木をたくさん使って、まあ、四季と住まうとか森と住むみたいなコンセプトでやる方もいらっしゃるじゃないですか、うん、でも設計事務所で差別化するならあれは一つの形だなと思っていて、それこそ自定、自分がこれがいいんだっていうものを立てて、お客様にもそれをちゃんと提案していくっていうのは一つの差別化なのかなと思いますよね。ですよね。なんか自分がこれだっていうのがあってね、うん、私とかあの自分がこれが欲しいとかいう気持ちもないけん、なんかお客さんがこういう家が建てたいって言われたら、おそれを形にするのにはすごいなんかわーってなるんですけど、うん、自分がやりたいことがないんですよね。まあ、でもコラボハウスはどちらかというとそうですね、俺たちはこうなんだというよりはお客様と一緒に正解を作っていくというか、だから毎年注文住宅が建っていくんだと思うんですよね。そうですね、うちの社員本当ですね、確かに自分のためには大して時間とかお金使わないけど、うん、他人のためって思ったら動けるっていう、うん、なんかちょっとお兄ちゃんお姉ちゃん感のあるやつの率が高いです ね、うん、そうですね。自分の時間とかを犠牲にしてでも人のために何かをやってあげることがかっこいい正義だって思ってる子らが多いんですけど、うんうんうんすね、あれって教育なんですかね、まあ、環境教育なんでしょうね、うん、ご両親だったり周りの友達だったり、うん、コラボハウスの場合はお客様と一緒に作っていくっていう差別化なんだと思うんですよね、うん、で設計事務所の場合は自分たちの、まあ、こういうものがやりたいんだなのかもしれないですし、まず差をつける、それがないとそもそも集客始まらないよっていうことでしょう ね、 あとお客様のために何でもやってあげるっていうマインドがあるっていうことが、こ うまくいく設計事務所とそうじゃない設計事務所の差なのかなっていうのを今聞かせていただいて思いましたね。人のために一生懸命やってるから別にもともとお金をそこまで追求してないので、うん、結局人のためになったらお金もらえたりしますもんね、うん、あこれもなんかあの内定者研修の時によう話すやんか、なんかお金儲け方って2パターンしかなくて、はいはいはい、もう人を騙して奪い取るか、人の役に立ってお金分けてもらうかしかないので、でどっちをするかはもう基本的に自分で選びって感じなんですよね、うんうん、うちの会社はそこまでお給料を高く出せんかもしれんけど、やけど人の役に立ってお金を分けてもらってるっていう感覚のまま死ぬまでいけるから、うんうん、だからなんかね、死ぬ時そっちの方が楽だと思うんですけどね、うん、なんかいい人間関係を構築した状態で年を取っていけて、で自分がそういう仕事をしてるんだっていうことを分かった上で、友達とかその地元の地域とかで貢献できる、でそれを子供に伝えることもできるだろうし、そんなにお金なくても生きていけるじゃないですか、どうにかなるじゃないですか。なので役に立てるのがすごい実感しやすい仕事なんで、めっちゃありがたいですよね。でもそういう会社のポリシーがある会社さんはやっぱりいい人材も集まってきますし、いいお客様にも恵まれてるなって思いますし、でもこの商品売ってやろうっていう会社さんはポリシー別にあるわけじゃないので、やっぱりなかなか
いい人材も集まってこないし、こうお客様も行列ができるような状態にはならないので、結局、まあ、自分たちの心から始まるんだなっていうのはすごい思うところですよね。なんかそうやって考えると、本当住宅会社がまともに住宅建ってる会社って全国で何万社ぐらいあるんですか？2万社ですね。2万社ぐらい、はい、2万社ぐらいあるけど、十数年前3万2000社あったんですよ。はい、もうすごい勢いで減ってきて、ね、特にこの1年はめちゃめちゃ減ってますからね、はい、だから全国のどっかの会社毎日倒産してますもんね、はい、気持ち悪いなと思って。まあでも倒産するってもほとんどちっちゃい会社なんで、うん、倒産しやすい会社って年間で工事してる件数が50件以下の会社で、会社作って10年経ってないっていうところは本当に危ないですね。そうですね。びっくりした話ですけど、4年前にできた会社がもうなくなったとか、うん、めちゃめちゃありますね。ありますよね、はい、で3年前にできてこう伸びてきたって言ってた会社がまた見学会やってる、今月も見学会やってる、はい終わりとか、うん、で言ってお金持ってそのままお金返ってこなくなったとか、うんうん、なんかどうにかそれを防ぐ方法がないのかな。まあ、いい会社を増やすっていうことですよね。なのでやっぱり人のためにいい家づくりをしたいんだっていう方はぜひコラボハウスを見てほしいと思いますし、まあ、人のためにいい家づくりを本当はしたいんだっていう経営者の方はぜひ我々にご相談いただければと思いますので、ありがとうございました。